今の時間帯特に関東で不安定なお天気ですね。そうですね。二十三区内でも激しい雷雨。東京都心でももう降り始めていると思うんですね。うん、ちょっと雨雲レーダーを確認してみましょう。こちらになります。現在の状況ですが、東京都内二十三区内含めて活発な雨雲が今見受けられます。埼玉県東部そして千葉県の北西部茨城県の南部広い範囲で激しく降っているという様子がこちらかも。 わかるかと思います、はい、で、実際にですね、えー、落雷マップを見ますと、えー、埼玉県から茨城県あと 千葉県も一部非常に激しい雷雨になっているという状況ですが、あの都内もですね、えー、とここではあまり観測されていませんけども、まあ、この後、えー、雷雨に雷ともったりということもあるかと思います。ウェザーリポートの中でも、アーチ雲を捉えたウェザーリポート、この時間まで、はいえー、何枚かいただいていますので、まあ、突然の激しい雨、雷雨、 えー、で短時間の強い雨となってきますと、えー、道路の冠水なども考えられますので、えー、十分お気をつけいただきたいと思います。はい、そしてあのー、まあ先ほどの時間のところで、ね、やっぱり変わってきたのがですね、えー、っとこの風向きなんですね。で、えー、っとこの十七時十分ぐらい、まあ先ほど解説を入れた時間帯、この前に一度解説を入れた時間帯は、はい、まあ東京湾周辺、あと東京もまあ南寄りの風が まあ、吹いていてましたで、うん、この南寄りの風が吹いている間は、えー、都心も、まあ、すぐには降らないだろうというふうなお話しさせてもらったと思うんですが解説が終わったっ、えー、と17時40分5時40分ですね。はいえ 北の風にちょっと変わってきたと変わってきてるんですね、うん、でやっぱり風向きが変わってきたということもありまして、はいまあ、急にやっぱ雨雲が、えー、流れ込んできたと、えー、いった状況ですで、うんまあ、一時的ですが激しい雨に、えー、見舞われるということになりますまだ降ってないエリアもですね二十三区内でも、えー、神奈川県境に近いエリアなども、えー、この後急な雨になりやすいですしはい、まあ えとこちらの千葉県北西部も、ねえー、雨のエリア、このあと広がってくることも、えー、考えられますので、はい、ちょっとその辺、えー、お気をつけいいいたただきたいと思へん、はい、長く続くものではないと思うんですが、うん、急な天気の変化。 そして激しく降るという点での注意ということが言えそうです。はい、雷伴う恐れもありますのでね、うん、その点お気を付けください。特に帰宅時間帯ですので注意が必要ですよね。そうですね。ちょうど帰宅時間帯になりますよね。はい、一旦やんだとしても、うん、まあ今日はあのお帰りの時間ちょうどっていうねお話ししてましたけど、うん、明日の通勤通学の時間帯、朝もまた雨が強まる恐れがあるんです。うん、明日午前中が雨降りやすいんですよ関東地方、はいえー。ですからちょっと あ日の朝も、ね、ちょっと早めに起きて、えー、雨への備えというのを、えー、きっちり行ったほうがいいかと思いいまます。関東、はい、住まいの方です、ねですね、レインコートでしたり丈夫な傘をご準備ください。<music>